宝来山の神社は、和歌山県伊都郡葛城町にある神社。宝来山の神社。公認天皇の宝棄四年、和気清まが、八幡宮を勧定したことに始まるとされる。樹永二年、当神社がある、加瀬田僧が、和気清まゆかりの寺院である新五寺の荘園となるが、その頃の景観を描いたとされる二枚の加瀬田僧絵図が、新五寺と当神社とに残されている。 当神社の神宮寺である上願い寺は、源の三中が創建し、その三男の源の剣宗図が住職をしていた寺院であるが、鎌倉時代には荒廃していた。そこに、神五寺の復興に尽力した文革商人が熊野からの帰りにこの地を訪れ、再興している。戦国時代に入ると、神五寺による加瀬田僧の統治は困難となり、 付近一体が、高野山今後おポージの荘園であったこともあり、また、高野山の副造院と関係が深かった土豪の世、吉氏の影響もあり、加瀬田僧は、高野山との関わりを深めていった。創建当初は、八幡宮と呼ばれていた、当神社が、いつ頃から宝来山の神社と呼ばれるようになったかは、分かっていないが、大英五年の年のある、当神社所蔵の古文書には、 関知大明神と共に、宝来山大明神と記されており、宝来山大明神社と呼ばれるようになっていた。荒廃していた当神社であるが、江戸時代に入って、ぜよ氏の尽力で復興した。ありがとうございます。